パウル・メンデルス・ゾーン・バルトルディは、ドイツの科学者。アニリン染料の科学的合成を行った、ドイツの科学メーカーアーグファ・ァゲバルトの創立メンバーの一人。同性同盟の叔父パウルと混同しないよう注意が必要である。パウルは、パウル・フェリックスはブラハム・メンデルス・ゾーン・バルトルディとして、ライプツヒで作曲家・フェリックスとその妻・セシルトの間に生まれた。彼は、 ハイデルベルク大学では、同僧のロベルト・ブンゼンラーと共に科学を学んだ。1863年の卒業後は、ベルリンに赴き、アウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマンの下で、さらに研鑽を積む。1866年には、広島戦争に、無償で従軍し、ケイニヒグレーツの戦いに参加して、将校となった。彼は、後の不仏戦争においては、 鉄十字の栄誉に預かったことでも記憶される。広島戦争後、パウルは、ユストゥス・フォン、リービッヒの弟子で、イングランドに、占領工場を設立していたアレクサンダー・マルティウスと、出会った。この縁から二人はドイツでのアニリン生産の協定を、結び、1867年に、ベルリン近郊のルンメルスブルク湖のほとりに工場を、建設した。1872年には、ベルリン、 トレプトークの会社を買収し、生産品目を、福神、アニリンブルー、クリスタルバイオレットに拡大した。1873年、会社は社名を、オクツィアン、ゲゼルシャフトフュアアナリーンファブリケーションとし、これが1898年にアグファとなった。パウルはまた10枚のエリーザベト・オッペンハイムと結婚した。彼女は、息子の夫の出産直後に命を落とした。 パウルはその後、エリーザベとの妹のエノーレと再婚し、彼女との間に4人の子を設けた。1880年、パウルはベルリンで、親近拘束により帰らぬ人となった。彼の死後、会社は、老いのフランツ・オッペンハイムが引き継いだ。1925年、会社は合併して IG ファルベイ,インドストリーとなったが、1952年に、元の社名で再出発している。 注釈出店、ありがとうございます。